山の上のお寺に行きたいんですけど。なんか昔のお寺。ああそうですよね。はい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 。このね道ですからね、ほぼ到達が難しいようなね、もう下こんなとこになんで門があるんだと。寺院があります。ちょっといいですか。あの山の上のお寺に行きたいんですけど。ちょこっとこの獣道みたいにもう結構草が生えてるんですよ。あそこ上がっていったら。なんか昔のお寺。ああそうですよね。はい、はい、寺。はい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 。なんか火事焼けちゃったり。はいはいはい。あるいうのはあるんで、はい、ここ道ずっとまっすぐ行ったら、もうすぐ100メートルぐらい行ったら道がこう、はい、右とまっすぐに分かれてるんで、まっすぐはもうキーボーボーなとこです。はいはいはい。吉地の受け取りはええと思う。ああわかりました。すいませんわざわざ。ありがとうございます。はい。背景ね、何かなと思ったんですけど、なんかマニアックな背景ですね。絶対無理やな。
やろ。うわ、やべ。なんとかね、道を見つけ出しました。最初よりかはだいぶまともな道になってきました。よし、今日は暑いな。こんなに登るとは思わなかったですけど、この先にね寺があると、灰寺がね、結構しんどいな、これだいぶ上まで登ってきました。そのロープがね張られてるんですけど、おそらくこの紐を伝っていくのかな。このね道ですからね、ほぼ到達が難しいようなね、もう下道がなくなってしまって、多分おそらくこういう状態になったと思うんですけど、道がない。おそらくねこのロープが道しるべになってるのかな。
やはりね、なんかいろんな寺に行ってきたんですけど、ハイデラとか特にやはり行きが困難ですね。めちゃめちゃ修行僧のなんかそういう道のような感じで、あれなんかね、人工物が見えます。トイレのね、便器のようなものがむき出しになって、ここには何かあったのかな。ドラム缶がね、で瓦っぽいのも見えたりもするんで、なんか建物があったのかな。じゃあ今日進みます。到着しました。門がありますね。ポツンと。こんなとこになんで門があるんだと。ここにお地蔵さん、ちょっとね、まあおそらくね、この両サイドに 仏像というか阿修羅観音とかそういうのがあったのかもしれないです。ないですね。柄になってます。相当広いです。で、情報によればね、この先にまだ仏閣があるそうなんですよね。まだ残ってるらしいです。喪失したやつはどんなものかちょっと分かんないですけど、一部残ってるものがあるということで。これは階段ですな。ところどころでなんか階段のような岩見えますけど、まだ綺麗にこういう残ってますね。矢掛町重要文化財、平成20年、まあこの周辺ね、神社仏閣がめちゃめちゃ多いんですよね。でこの矢掛町の宿場町もこの近くにちょっと離れたところあるんですけど、まあその辺にもね、お寺とか昔からあるお寺があったりとか、何かしらこの辺は仏教関係でちょっと栄えてたのかもしれないです。こんな山奥、山の上にあるとはね。すごい、あの立派な石垣が右に見えます。そこに、門がありますね。ちょっと行ってみましょうか。
超指定重要文化財、昭和63年。ちょっと行ってみましょう。あ、寺院があります。寺院があります。2つありますね。で、この壁面も相当古い感じがしますね。めちゃくちゃ古いと思います、これは。どれぐらいの時代にできたのかちょっとわからないんですけど、ちょっと潜入していきます。あんましいい雰囲気はしないですけど、ちょっと進んでいきましょう。でもね、伐採されてるので出入りはあると思います。で、伐採されるまでにね、よく気づいたのがね、なんだろうな、車輪の跡があるんですよね、オフロードの。無造作に散らかった発泡スチロールというか、お弁当のケースとか。ここにも金剛力士像というのがあります。昭和35年、矢掛重要文化財。ここにもお地蔵さんと謎の、石が、横たわってます。こちらがお寺で、ちょっとこっちから見ていきましょう。びっくりしたな、塔が。お、しっかりしてますね、作りが。あんまし見たくない。何もないです。ちょっと空き家に、空き家じゃなくて、あそこはお寺のお寺の、なんだろう、お経をあげてる、開けるとこですかね。おそらくその、これは多分ね、本堂ではないかもしれないですね。ちゃんとしたなんかもっと大きいのがあったのかもしれないです。で、消失してみたいな。ちょっとこれも激しいですね。屋根がね、だいぶ落ちてますけど、まあ、これぐらいのね、倒壊の仕方というか、屋根がここまで落ちるってことは、まあ、今まで見てきた中では昭和じゃなくて1970年代ぐらいの建物がここまで行ったりするので、でも昭和33年に消失して、そこからなんで、まあ本当に1970年代ぐらいにはもう完全に灰寺になったのかな。でもこのね、量、草の量、最近買ったのかなっていう。でもその夏だと多分完全に到達不可能な感じだったのかもしれないです。ここの綺麗に見えたりするのは。ちょっと中見ていこうか。もう入ったらちょっとね、あれなんで、外側だけ。おお、中はこんな感じです。屋根もね、こういう昔ながらの作りです。で、畳もね、今の畳とまたちょっと違いますね、やっぱり。で、結構なんか畳も大きく感じます、ね、障子も貼ってあったんでしょう。すごく長年のあれで劣化して剥がれてっていう、うん、ここはまあ本当にね、
仏像を飾ったりするような場所じゃないと思うんですけど、まあここに参拝に訪れた人がここで和尚さんのお話を聞いたりするところなのかもしれない。で、あのところがまあ観音像とか置いてあったりするお堂かもしれないです。古いの立派な建物ではあるんですけど、やはりちょっと不気味なスポットで、すごいな、 Google マップにも載っているぐらいですから。なんかね、あそこが茶色っぽい色をしてます。茶色、黒か、なんか焼けたようなね、あとですね、黒ので、ここ囲ってあって、さらに向こう側にもなんかあったような、ここも瓦が散乱してます。あー、でもそうですね、ちょっと色が変色してます。なんか焼けたのかなっていうような、もしかしたらここにあったのかもしれない、その立派な建物が。ここまで到達するのがすごい大変だったです。大変でしたけど、でもまあすごい歴史的な建物が見えてよかったかなと思います。なんかすごい時代を感じさせられるようなものなのと、これ矢掛町の指定重要文化財、こっちにもなんか道があるんですけど、まあこれは登山コースかな。あ、まあ時が、おお、風化して読むことができない。鎌倉期の作として推定されると。なるほど。で、結構石仏がありますけど、この先に、この先があの山が行けるっていうことで、山登りの道として、まあ、開かれてるのかもしれないです。で、さらにね、なんかあるらしいということで、石仏、岩に掘られた仏像があるということで、もうちょっとね、体力の限界とバッテリーが来たので、
まあちょっとこの辺でちょっとお許しをいただけたらなと思います。まあ今日は本当にこんな感じで、いやもう一時はね本当にやめようかなと思ったんですよ。まああの笹の茂みのところで入って、あまあ、うん、どうしようかな、まあせっかくここまで来たしね、ちょっと人が農作業してる人が親切に説明してくれたんで、帰るのもダメやなと思って、でさらに進めば進むほど笹とシダ植物があって、うわどうしようかなって、もうこれ絶対進めないなと思って、で道もちょっと怪しくなって、でさらにもうどうしようもないぐらいの笹とシダがあって、これは到達不可能だなと思って、まああの沢を伝って登ろうと思ったんですけど、やはりそこも、ダメであって、じゃあどうしようかと思って Google マップにも行き道が書いてないので、なんかよくねその、航空写真から見ると何かしら道が見えるんですよね。まあ、今の時期が本当に今あの登りやすい時期なのかなと思います。でも本当にあの夏場とかほぼ到達不可能かもしれないです、この状態だったら。到達できたとしてもこの寺院の中に入れるかどうかっていう、これだけのね笹の量が、まあ、今買ってあるんですけど、だいぶ相当量の笹買ったような感じなんですよね。はい、いうことで貴重な文化財を拝見することができました。ぜひね皆さんも勇気があって体力のある人は行ってみてください。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。